コックの助手ロガノフと言います。コックの助手ロガノフと言います。いや、その今日は非番なんだが、知事が後で顔を出すかもしれんので軽く下見でもと思う。今はお楽しみの最中。卒業した。こいつは大統領の警護より楽しそうだな。いい歌も聴けるし、いい女だし。レーガンの一件以来久々だ。あれはお前のせいじゃない。お前は非番だった。グレッグ・ポートン、元同僚です。ヤスと同業者です。いえ、違います。バージルはどうするんだ。おい、マッティ、ワイヤットはどこだ。バージルはどうするんだ。おい、マッティ、ワイヤットはどこだ。ああ、わかった。キャッチマイジャンク。ああ、わかった。キャッチマイジャンク。てるわけがないものを。閣下、分別のないことをしましたな。陛下は老衰で亡くなったのです。万兵、逆らわないでください。皇帝の命令です。夜明けまで走り処刑せよ。ご家族とは神の国で会えます。空白の海域です。そこには航路はありません。広大な広さでアジアを丸ごと沈めても気づかれません。最後に傍受した通信では日本の機動部隊は南下しています。フィリピン、東南アジア方面でしょう。しかしそこにいる情報部のサーマン大佐は狙いは別にあると考えています。彼らの外交文書の暗号は解読済みですが、海軍の暗号については現在大佐の解読チームが作業中です。情報を総合した直感です。提督。お母さんは薬嫌いなの？自殺未遂は何回ほど？確認してるだけですよ。今朝も別件があったので。質問は自殺未遂に焦点を合わせるのか。名前は何て言いました？未遂を目撃しました。公選弁護人です。彼が取り上げないのなら未遂の致死性と意図をあなたが証言しないと。お母さんはどうします？入院させておきたいんでしょ？はい、おります。アビー・ロックハートです。ロックハートさん、お母さんには強制入院が必要ですか？旅行者の皆さん、窮屈で申し訳ない。だが私の目的達成のためにはやむを得ない。別に政治や宗教的信条を訴える気はない。そもそも演説をしに来たつもりは全くない。人を探している。ガリーナ・コンスタンチンという名前の女だ。男性諸君なら忘れられないとびっきりの美人だ。その女には男の連れがいる。おそらく誰か見てるはずだ。クマロン、随分と久しぶりだな。デニス、コーヒーでも飲んできたらどうだ。お互い冷静に行こうじゃないか。優先権はこっちにある。用が済んだら呼びよ。本名を明かせるわけないだろう。保護プログラムだぞ。ご心配は感謝するよ。だがプリチャードの件は君に関係ない。
子供と話をさせろ。馬鹿を言うな、ジャック。子供は戻ってきたんだ。こっちに渡せよ。あれが証言しないと殺人犯二人は無罪になる。我々は正しいことをしてるだけだ。いや、立ってる。店で殺しがあったから俺がやったってのか。うちの稼ぎ頭をなぜ殺。がっちり稼いでた。19歳だが、えらい人気だ。田舎娘の演技が受けて行列ができてた。女たちはみんな当然のように内職してる。 DNA? はっ、車を借りただけだ。エミートのことを見逃してやるって言ったら、あいつが車を使っていいって言った。なのに警察に盗まれたと言いやがった。と車の保険を請求する気だ。この情報のために全予算を使う気か。莫大な金額だ。よし、分かった。君に任せる。二人が死んだ。300万ドルの現金とネスキーのファイルが消え、事件も公になった。 CIA は秘密情報機関だったはずだ。これが成功と言えるのか。トレッドストーン、よかろう。特別に許可する。しかし断片的な開示だ。報告も忘れるな。君の動向を全て掴んでおきたい。ブツはここにはない。ここにいるよ。体はバラバラだがな、獲物が簡単に見つかるようじゃ狩りとは言えん。買い物だ。遺伝子操作した雷魚だよ。本来はおとなしい。今や遺伝子組み換えのサーモンが食卓に上る時代だ。その研究を発展させた結果があの魚さ。したはずのファイルを復元してる。説明書にはない機能だ。おそらく設計者しか知らない奥の手を使ってる。パルス爆弾、今こそあれを使う時です。会社が崩壊するよりはまだマシです。時間はかかるが再建できる。 CTU の捜査官が行くわ。絶対に近づけるな。総務と銃はどこだ。この二人が標的だ。暗号化されたデータのプリントを持ってる。二人を始末した上でその書類を回収しろ。二人のうち一人は CTU の捜査官だ。昨夜オリオン座からお告げを受けた。世界を回ってお告げを広める。アビー、私と一緒に行こう。海岸のある町へ。君は賢い子だろ。これをみんなに飲ませろ。 2,3 粒で一晩ぐっすり眠るはずだ。その間に逃げよう。親たちが金を送ってくれた。4万ドルある。今新入りがやってきた。ノバグルドクからだ。奥さんだが先週殺されたそうだ。お悔やみを。私は専門家の調査を受けるためにここへ来た。年はいくつだ。上院司法委員会でそんなことを聞かれるとは到底思えん。答えはノーだ。一度もないと思う。君が生まれる前から真面目に払い続けている。今までの経験上35歳以下の人間は何も分かっていない無能な連中ばかりだった。だから君がずうずうしくしゃしゃり出てこの私と合衆国最高裁判所との間に立ち私を審査するのは不愉快極まりない。あざになっているのに何でもないって。お前が帰ると思わなかった。ところでこちらは。いや、ジェフだ。それは素晴らしい。初めて呼んだ友達だ。君のことが本当に好きなんだろうね。親として当然だが、ずっと手塩にかけて育ててきた一人娘が大学で妙な連中と付き合ってるんじゃないかと思うと心配。レベッカか。驚かすなよ。まだ起きてたのか。そういう意味じゃない。レベッカ、こっちを向いてくれ。お前を心から愛してる。条約を結んだ上に何を望むのだ。それはそちらの問題だ。では忙しいので失礼。
天使が答えないだけで召喚はされてる。一方悪魔は死ぬほど召喚に答えるのが好きだ。弱っている人間に特に付きたがる。召喚に適した心理状態を得るのに苦労する人もいるが、私はあるものを使う。怖いなら今すぐやめてもいいぞ。まあ中に入れ。何か飲むか。わからん。私はその件に関わっていない。エンバー、誰に向かって言ってるんだ。友達だろ。人の心に入るとき気をつけることを覚えてるか。それをよく覚えておけ。助けになる。人それぞれに手段や動機は違う。見せたいものがある。ガラスの厚さは10センチある。合計12台のカメラが24時間監視してる。逃げ出すのは不可能だ。光が入ると興奮する。去年行方不明になった患者だ。